はい、ロサンゼルスに着きました。よし、やっぱりあったかいな。ニューヨークと比べてあったかいね。ここはホテルです。ロサンゼルスの温度11。おー、ここがホテルです。ここはホテルです。やっぱ同じところあるおふふじどうでしょうね。おいしい。おいしい。よかったね。すごいなこれ。うん、まあでもユニクロとかあるなら行こうか。こちら早く向こう側に出る。人高い。おー、なんだここ。ファッションモール？そうだね。ファッションセンターに来ました。ほうほう。ビバリー。ビバリー？センター。センター？ビバリーセンターです。じゃあ、これは完全に。ユニクロ、はい。ユニクロありました。ユニクロです。入るぞ、店内に。固定、固定、固定、固定。ハロー。こっちじゃない？ここら辺だね。子供は。ハヤも好きな服だね。うん、だから疲れた。やっぱ T シャツはいらないね。ズボンちゃん、ズボン。これかっこいい。疲れた。女の子こっちだ。ここら辺にあるじゃない、パジャマ。かわいい。2日目今日ドーナツ屋さん行った。さっき行ったね。うん、お父さん行ってないでしょ。お父さん行ってない。お母さんと指導で行った。うん、あとそこのドーナツ屋さんに行ってない時はおじさんめっちゃ戻って、ドーナツ屋さんにさあ、スタバに行こうと思ったんだけど、やっぱやめて。で、ドーナツ屋さんでした。ゆうかさん、どうでした？やび。Yes! ねえ。ねえ。
なくなったけど。これぐらいで OK。おー、センキューございます。まだやってない。いやいや、なんかかかってる。はい。なかなか、シュートを決められない、シド君。なかなかシュートを決められないヨヨカさん。2回ずつということです。あー、惜しい。リングにはぶつかりました。さあ、お父さん入った。入った瞬間を撮影し逃した。2回目。すごーい。お、指導、背が高くなった。入らなおー、すごいじゃん。お、入った。すごいすごい。ママもう。雨降ってきた。Raining。照明のオークス。照明のオークス。照明のオークス。おお。照明オークス。これだ。はい、おはよう。ね、チャイニーズ。Thank you! Thank you! Go!ラックです。ラックに来ました。ゆうかさん、どうですか、日本食楽しみですか。いくら丼頼むんですか。シドは寝ております。寝ておりま す。ラックのメニューはすごいな。豆腐もあったり、うん、今日はのリハーサル、うん、ですね。はい、ファッションモールに来ました。ファッションモールで発見したファミリーラウンジ。あ、ドネーションね。もう電子レンジでしょ。ゴミ箱にトイレもありますね、うん、いろんなお店が並んでいて、その中で私たちが選んだのはじゃーん、ヨヨカさん、美味しそうなもの持ってますね。それ何味の、何ですか？マンゴーのアイス。アイスバー。これ美味しい。あ、よかったね。だいたい400円ちょいですね。やっぱり物価高いよね、アメリカ。
母さん、これ日本で400円ちょいだな、買わない。だって普通さ、モナカが、モナカ8円ぐらいで。ねえ、これ見て。なに、こうしたね。うん、え、なにこれ、これ何のキャラ。ディズニーショップにこんなキャラ売ってていいの。四日目のロスの朝です。めっちゃ晴れてるね。ようやく晴れたね。ねえ、ちょっとね、昨日までちょっと曇ってたけどね、うん、じゃあこれからコインランドリーに行きますね。昨日は何があった。昨日は園のリハーサルと、うん、リハーサルとちょっとお母さんと一緒にショッピングモールに買い物したね。ね。どう、ロスは。おとついとか昨日まで晴れてなかったけど、やっぱりロスは晴れがお似合いですね。そうだね。あんまりなんかそこまで雨降らないっていう。ねえねえ、そうだそうだ。ほら、ユニバーサルスタジオ。スタジオのさ、ハリーポッターのお城見えるよ。ああ、ハリーポッターのお城か。黒くちょっと待って。すごいね、高速道路。うん、すごいね。ニューヨークも、あ、買ったやつ。レゴの。レゴの。ユニクロに売ってた。ロスに来てまでユニクロに行っちゃったね。だって、お日差が合わないんだもの。うん。ねえ。ニューヨークで服がなくなっちゃったしね。ねえ。ねえ。シド、おはよう、シドくん。今起きたばかり。おはよう、シドウくん。今起きたばっかり。そんなことないでしょ。朝食食べたでしょ。口汚れてないか。汚れてるの、ちょっと。じゃん。シドウくん何持ってるの？着替え。着替え？違う。洗濯物。洗濯物。コインランドリーに行く。そうなんです。アメリカで初めてコインランドリーに行ってみます。家族3人で。ヨーカさん、何見てるの？ウバ。ほら、もうすぐ来るよーって。1分だよ。見えるんだよね。すごいよね。この人。うち、星6の人いる？いや、星はね、5つ精度なんだよね。5までしかないの。絶対したら。だといい。今、アメリカ、ロサンゼルスの、バーバンクという街に来てまーす。人生初、アメリカでのコインランドリーを今、体験しました。全くやり方わかんなくて、おろおろしてても、店員さんに言っても全然教えてくれなかったですが、普通に利用してた、現地の方が、Do you need help? って声かけてくださって、やり方を教えてくれました。しかも洗剤分けてくれました。めちゃくちゃ優しい人でした。名刺をいただいたんですが、彼はイラストレーターとのことで、初音ミク知ってるって聞いたら、知ってるよ、もちろんって言われました。初音ミク恐るべしです。あ、すなね、シド。あ、また飛行機。ねえ、ここって近いのかね、空港。シド君、うまく遊べてるんだろうか。面白い、この遊具の形。あーはそうなのさ、砂場に続いてるのが嫌よね。あー私はチップ
シド大丈夫？さあ、シドが降りてくるのを待ち構えます。砂だからすぐ出てよ。そっちの方行って。砂ー。はーい。では、最初に、洗濯っていうか、濡らすっていうか、終わりました。1回目。で、こっちが、ドライ。ドライです。ドライって冷やす？これこれ、ここでやろう。写真もある。誰かわかんないけど。できた？閉めている？で、これ上だからこっちだよね。うん、そう。で、ここに入れて引く。まずセレクト、バンクーバーのコインランドリーに来てます。今、乾燥中です。いっぱい数がある。何個あるんだろう。すごいな。こちらのカゴでっかいです。これ、干せるようになってんだ、こうやって。ほら。ここで畳めるようになってます。皆さん、大量にやるんですね。多分、週末とかで、ごっそり、まとめてやるので、ここに、ジュースとかお菓子が売ってて、洗剤の自動販売機もあって、ここで買った洗剤を、ランドリーに入れます。エクスチェンジャーあります。で、謎のこの、あ、これは、あれだ。こっちにカウンターがあるんですよ。だから ほとんどの多分コインランドリーはコインランドリーだけで営業してるんじゃなくて、クリーニング屋さんとコインランドリーが一緒になってるのかなって思います。なのでここに頼んだ人はこういうところに置いてあって、多分こんな感じでっていう感じかな。今洗濯物が全然乾いてなかったので、追加で30分乾燥機をかけている間に、周辺をまた散策してまーす。ねえ、帰りにセブンイレブンで何か買っていくか。暑い。バンクーバーのセブンイレブンに来ました。セブンオリジナル商品。あ、ほんとだ。セルフサービスですね。で、さっきのフラペチーノみたいのって、これだの？どうやってやるの？あ、あるある、ミディアム。1ドルだ。これからダウンタウンに乗って、ウーバーに行くの。逆だよ。逆だよ、あんた。もう一回言う。ウーバーに乗って？うん、もう一回言って。ウーバーに乗ってください。はい。いや。これからウーバーに乗って。ダウンタウンに行きます。ダウンタウンに行きます。はい、じゃあ行ってこようね。いろいろ見てくるよね。ここで買えば。リトル東京の楽館というラーメン屋さんに来ました。じゃん。
作っているところを見られます。味噌味のラーメン2つと醤油味のラーメン1つ3つ頼みました。美味しそうです。店内こんな感じです。シックな雰囲気。ラッカン、じゃーん、ラッカンさんの醤油ラーメンです。こっち味噌ラーメン、美味しそう。パキッ、食べてきます。いただきます。リトル東京の中にある日本食のお店です。じゃーん、おう、おやき、うまか焼きもある。おう、たい焼きがあります。広告の品だそうです。お餅とか団子とかもある。やっぱり日本のものがある。チロルチョコもある。はーい、果汁グミがあった。どこに納豆あるかな。どう、リングショップ。 Yes, we do. Where is 納豆。 Right here, I'll tell you. あ、こっちだって。店員さんが納豆の場所に連れて、あった、 Thank you。 あったよ、納豆。いえ、わあ、すごい。どうしようか、いろいろあるね。じゃあ納豆ゲット。そしてお、ふりかけがたくさんある。あとは、これは？おかゆ？マックス。いっぱい書いてるよ。うん。これは治安が悪いだろ。床に書いてる。床じゃない。なんだここ。ほら、あれもですか。すごくない。これは違う、これ違う。なんかあれが大きく描いた絵とは思えない。あ、あれもいいでしょ。わお、ゾウさんだ。いや、ラキバキはダメなんだけど、とにかくうまいね。あ、ダイソーある。あ、ダイソーある。多分高いけど。高い。あれ、あれガイドブックに載ってるでしょ、あれ。あれだ。あの落書き。落書きじゃないんだわ。落書きなんだ。なんかこれもさ、落書き？うん、全部落書きだ。あれ、あそこに。歩いてったらすごい。もうそこもある。あ、ちょっと、広がんないで。折れたらもし安いよこれ。めっちゃ安い。1ドルとかね。すごいね。タコス。タコス。気をつけて。ラストブックストアへ向かって。すごいな、ダウンタウン。治安がいいとこと悪いところいっぱい混在していて。おいしい。さ、ラストブックストア。
もう一回、順番に今入ってる。やっと帰ってきた。ニューヨークで出した洗濯物がロサンゼルスで帰ってきた。意味がわかんないんだけど。ねえねえ、はい。はい、ありがとう。はい、ロスの5日目です。今日は、ちょっと練習していきますね。変じゃないの？みんなミュージシャンがいっぱい。うん。でも、中どうかな？あ、中の。あったね。マーシャルがマシャットンみたくなって。ギターアンプでーす。うわ、すごい、かっこいい。そう、そういうのはね、そういうのは嫌なんだもんね。間違えたふりして。超楽しい、それね。すごい。でもやってるんですね、ちょうど。はいはい、これあるよって言って。あ、これあるよ。はい、スタジオ紹介して。スタジオです。言った。その時にね、このね、自動販売機でね、これお菓子で。
しょ。お菓子の下にね、電池とかね、ほら。本当だ、スティックもある。ゲームもあるね。でもいいね、それね。うん、5分くらい経つことだと、電池が小さいのがあって、電池が本当に、結構、いろんな人が、レストランとかになって、ああ、そうなんですね。いい姉妹な感じがする。こう見る。あ、でもなんかいいね、この気候でこれ食べんの。暑いの。タコスは食べ放題だし。あ、イエーチップ。よ、よか、おいしい。わかんない、おいしい。口が、スポーツバー的な感じだな。寿司なんですけど、すごい、これは。やばい、あ、チュールだ。半分にそう、こうやってカットして、こっちに入れてんだよ。寿司なようで寿司ではない。でもご飯が食べたいからな。久々に来ました、シティーウォーク。手に持ってるのはない。それない。かわいい。日本では見たことないね。スポンジボブが好きだもんね、シッキヨヨは。どうですか、これから本番です。これから本番ですけど、どうですか。楽しみですよ。楽しみです。はい、これから日本に向かいます。はい、帰ります。やっと帰れる。どうでしたか。楽しかったよ。でも食事がちょっとつらかった。うん、だね。日本の食事が美味しいね。ラビーラビアメリカン航空で帰ります。どうでした、疲れた。ね、空港まで遠いもんね、結構ね。ヨイカさん、日本に戻ってきましたね。ですな。安心しましたか、日本で。
アメリカ行きましたね。はい、行きましたね。どうでした？まずニューヨークですね。ニューヨークはね、予定はモンクレールの撮影だったんですけど、他になんかちょっとセントラルパークとか、なんか、なんだっけ、美術館も行った。タイムズスクエアも行ったし、タイムズスクエアとセントラルパークと美術館と川？なんか、船がね、なんかいたよね、なんか観光の方の船が通ってる川にも行って、なんか本当にニューヨークはいろんなところ行ったよね。ホテルすごかったね。だね、あのホテルはすごかったね。なんか信じられないぐらい高い、めっちゃビルで、ビルみたいにめっちゃ高くて、景色も良くて、なんかね、部屋もめっちゃ豪華だった。本当だね。ベッドが大きかったわ。スイートでね。二部屋、ぶち抜きみたいな。そうそうそう、なんか、隣でね、すごい高そうだったの。両方で二組に分かれて、同時にお風呂入ったりしたね。だよね。なんかすごい楽しかった。そんなニューヨークでしたけど。はい。8日から、8日までいたか、うん、結構いたよね。まあでも5日か。ロサンゼルスは2回目でしたけど、どうでした？はい、またやっぱり暑いわ、ロサンゼルス。うん、なんかね、今回はスタジオにも行って、なんかね、あとはそう、リトル東京も行ったの、うん、リトル京、うん、リトル東京はね、なんかちょっと私もね、気になっててね、すごいね、楽しかったよ。なんかすごい、日本語で書いてたり、面白いところもあったけど。あとなんか、壁画のアートディスクリート？そうだね。あと、ラストブックストア。そう！私、本好きだからめっちゃ楽しかった。やっぱり古い本ばっかりだから知らない本とかめっちゃあったけど。でも、まあ、楽しかったよ。ゆっくり見たかったね。まあね、ちょっと時間がなかったね。で、エレンは2回目だったね。そうですな。今回は、ユニバーサル、スタジオのチケットと、うん。VIP チケットね。VIP チケット？よくわかってないけど。と、あと、デイブ・グロールさんからメッセージもらったです。今度一緒にやりたいね。そうだね。すごい嬉しかった。うん、で、ユニバーサル・スタジオのチケットは実は帰る前の日にもらったから行けなかったんだよね。そうだからね、別にその日に行ってもよかったんだけど、もうあと2時間ぐらいしかなくて、もうちょっとゆっくり行きたいなと思ったから、また次来て、来れるときに行こうって思ってました。次ロサンゼルスにね。ね、行きたいね、また。またエレンさん、呼んでくれるかな？わかんない。そんな参加も呼んでくれるかしらね。ロサンゼルスは長かったね。いろんなとこ。そうだね。何日間だったっけ？8日から8、9、10、11、12、13、14、7日間。帰ってきたらね、またすぐ日比谷音楽祭のリハばっか多かったから、東京行ったりね、日帰りでね。そうっすよ、そうっすよ。5月はさ、夜はさ、うん、半分以上さ、家にいなかったね。だね、なんか5月は家にいるのが、ほとんどなかったね。うん、そうだね、ほとんどなかったね。大変だったね。うん、大変だったけど、まあ楽しかったから。うん、そう、じゃあ海外、どうでした全体的に。まあね、こんなに海外行くとは思ってなかったからね。っていうか、なんでこんなことになってるかわかんないんだけどね。世界の皆さん、私もっといろんな国に行きたいので誘ってください。行きたいです。
はいはいはい。楽しかったよ。じゃあまたこれからもいろんなところに呼んでもらえるように頑張りましょう。ゴーゴー、そうですな。